ご注文は？ストロベリーサンデー。お客さん。ここは酒場だ。ガキの来るところじゃねえぜ。おお、それにしちゃ酒の匂いより血の匂いの方が鼻にツンとくるぜ。まあいい。それより変な噂を耳にした。ここら辺りに最近流行らねえ暴力バーがあるらしい。何しろ金の代わりに命を取られるって言うから、おっかねえ話だぜ。悪いね。ロイヤルストレートフラッシュか。そんな役を出すと寿命が縮むぜ。みんな、いっぱいおごるぜ。今度店開くときはストロベリーサンデーぐらい置いときな。ビンゴ。そう、いつものピザ。生ハム&ガーリックポテトミックススペシャルだろう。大至急。何？つけ？細かいこと気にすんな。近いうちにまとめて払ってやるさ。ああ、オリーブ抜きで L サイズだ。忘れんなよ。聞いてるのか、ダンテ。あんたこそ聞こえたか。今は勉強中だ。確かに俺は便利屋だが、ガキのおもりまでする気はねえよ。ガキ？悪いな、お嬢ちゃん。あと10年したら、デートぐらいしてやるぜ。ふっ、10秒で願い下げよ。あたし、年下が好みなの。まあ聞け、ダンテ。ガキとは言っても、おっと、失礼。こちらただのお嬢さんじゃない。パティ・ローエル。かのローエル家の財産を継ぐシンデレラガールだ。その割には小汚い格好だな。ずっとダウンタウンの個人暮らしだったからさ。なるほど、魔法が解けたシンデレラってわけか。その逆。先日ローエル家の当主が亡くなってな。遺言により隠し子の存在が明らかになった。それがパティお嬢様ってわけか。そういうこと。つまり魔法がかかるのはこれからってわけだ。なんだったら召使いとして雇ってあげましょうか。ちゃ。まあ要するに、このパティお嬢さんを明日18時までにローエルの屋敷に送り届けてほしいと、こういうわけさ。それだけか。それだけ。断る。そろそろピザが届くんでな。ピザなら来ないよ。ここへ来る前にピザ屋のアンディに言ったのさ。ツケを全部払うまでダンテにピザを届けるなってな。てめえ、何の権限で。またかよ。お前さんの勝ちならツケ全部払ってやる。負けたら。ああ、わかったよ。表。あなたギャンブルは負け組ね。せ。ダンテ、忘れ物だ。ライブがあるんだろ。ライブ？じゃあよろしく頼むぜ。
度見に行ってあげようか。ライブどうせあんたのライブなんて誰も来ないんでしょうから。せっかくだが俺のライブは R 指定だ。じゃああの写真の彼女ライブに来るのね。写真？まあ何にしても新車買った方がいいわね。この車じゃムードも何もないわよ。汚いし臭いしボロいし。いい？女にとってはね、どこに連れてってくれるかよりそこへ行き着くまでの過程の方が重要なのよ。ダンテ、小娘の命、ご覧ぞ。ちょっと聞いてるの？何すんのよ！何の真似？危ないじゃないの！私が死んだらどうするつもり？なんとかならねえのか兄貴。あんた弁護士だろ。どうにもならんさ。その手紙の差出人パティ・ローエルが実在の人物なら遺産はその子のものだ。そんなバカな！まあ落ち着きましょう兄さん。その手紙が嘘でなければ明日午後6時にパティ・ロエルがこの屋敷に来る。だから焦ってんだ。明日の18時といやちょうど1週間目じゃないか。死後1週間以内にパティ・ロエルの生存が確認された場合、遺産は全てそのパティに渡すか。まさかあの真面目一辺倒の兄さんに隠し子がいたとは。可愛い顔もできるんだな。あ、男の写真か。お母さんよ、あんたの彼女よりずっと美人なんだから。でも何も覚えてないの。お母さん、私が赤ちゃんの時病気で死んじゃったんだって院長先生が言ってた。だから覚えてないの何も。お母さんのことあるのはこの写真だけ。おお、これはお美しい。お母様の写真ですか？おお、あなたもとてもチャーミングだ。ここ空いてますか？あ、ガラガラじゃねえか。どうぞ。ありがとう。ご迷惑でしたか？迷惑じゃねえが命の保証はできないぜ。え？それどういう意味よ。まったく、私の隣に座ってなんで命の保証が。やれやれ、だから言ったのによ。死んでいる。お母さん。撲殺か。まさか、あんた。こっちです。これは。ちょっとあんた、話を聞かせてくれるかな。じゃあ、こういう話はどうだい？ん？この汽車がトンネルの中にいた時間、ざっと十数秒。その間この車両に乗客はそこの3人と俺とガキ、あとこの死体の男、計6人。まず老人、違うな。そこのアベックは闇の中でラブシーン。ガキはあの通りだ。だからあんたが。いや、もう一人、正確には一匹かな。
あのお兄さん、誰に殺されたの？さあな。悪魔。悪魔に殺されたのね。もしかして、私も狙われてる？悪魔に。ダンテ！行くぞ。チェックメイト。かっ！また負けた。お前はガキの頃から爪が甘いんだ。これだからジェニーに逃げられるのさ。あれは兄貴が邪魔を。あれは早とちりした兄さんが悪いんですよ。けそれにしてもお前は本当にその絵が好きだな。そう。なぜかこの絵を見ると落ち着くんです。そうだ。遺産分けはこの家の美術品をもらうことにするよ。俺は何たって現金だ。おいおい、まだ。分かってますよ。ただ、万一の場合ですよ。万一の。あくまでも。いらっしゃいませ。一番安い部屋頼むぜ。ああ、日当たりなんてどうでもいい。朝になったらすぐ出て行くからな。大人を一人にお子様を一人。お子様じゃなくてお嬢様さ。何やってんだ。さっさと寝ちまおうぜ。母さん。何？お母さん。おじさん。はい、何でしょう。この女の人、どこに行ったら会えますか？おいおい。お前のお袋さんは死んだはずだろう。行くぜ。チッ。本当に攻めな。お前も早く寝ろ。明日は早いぞ。私のお母さんね、本当は病気で死んだんじゃないの。行方不明なの。院長先生が話してるの偶然聞いちゃったの。お母さん、悪魔に狙われてて、赤ちゃんだった私が危ない目に遭うといけないから、孤児院に預けたんだって。悪魔に狙われた人間は絶対死ぬの！お母さん死んだの！じゃあ、私も悪魔に殺されるの！さあな。私ね、遺産とか、相続とか、どうでもいいの。ただ、もし少しでもお金がもらえるなら、孤児院のみんなに服とかお菓子とか、いっぱい買ってあげたいだけ。でも、みんなが欲しいのは服やお菓子なんかじゃない。私と同じ、お母さんやお父さんに会いたいのよ、一番。どうせ笑うでしょ、こういうの。いや、誰だって親には会いたいもんさ。ダンテ。さ、悪いが俺はこれから美女たちと夢の中で会う指定だ。お前も寝ろ。うん。やでや、娘はどこ行った？娘？俺と一緒にチェックインしたガキだ。さあ、存じ上げませんね。てめえ、何者だ？俺はあんたのことなら大概知ってるぜ。おう。ならこんなもんじゃ俺は殺せねえってことも知ってるよな。さあ、パーティーはどこ行った？わかったよ。いやあ、今魔界じゃ4人の大物たちが権力争いをしてたりして、かなり物騒でね。誰に頼まれた？誰に頼まれてパーティーを狙う？黒幕はおそらくローエル家の人間。遺産をパティに持ってかれちゃ具合が悪い誰かだろ。ちょ、すいません、私は下っ端なもんで何も聞かされてねえんですよ。
ごめんね、パティ。これからはもう寂しい思いはさせないからね。お母さん。だって今すぐ死ぬんだものね。お母さんが殺してあげるわ。おいおい、このやけに品のないオペラはお前の趣味か？ダンテ。私お母さんに。感動のフィナーレはまだみたいだ。ここから先はある指定だ。お嬢さん、悪いが死んでもらいますよ。何しろあんたを殺せばそれなりの報酬が約束されてるもんでね。うせろ。タイムアップか。やったぜ兄貴。これで遺産は俺たちのもんだ。こんな手紙デタラメだったのさ。お客様です。客？ありがとう。あのどちら様でしょうか？あら嫌ですわ。パティ・ローエルですよ。な、子供じゃ。フェイクですよ。あちらはあらゆる事態を考慮して、運よく同姓同名の子がすぐに見つかりました。あの子に目が向くように手は打たせてもらいましたが、おかげで楽しい旅でしたわ。さあ早く手続きを済ませましょう。残念だが無効ですよ、ミス・パティ・ローエル。私は弁護士として本日18時をもってあなたが遺産相続権を放棄したものとみなさなければなりません。たとえ1秒の遅れでも。あら、遺言には父の死後1週間以内にとありますわ。父が亡くなったのはちょうど1週間前の18時28分のはず。ほら、間に合いましたわ。身分証明書は運転免許証でよろしいかしら？いいえ、もう必要ありません。どういうこと？パティ・ローエルの生存は確認されないからですよ。兄さん、兄貴。貴様らもだ。遺産は全て私のものだ。誰にも渡さん。あんただったのか。俺にパティのボディーガードを依頼したのはせめてもの罪滅ぼしのつもりか。綺麗な面しててもそこの悪魔より恐ろしいぜ、あんた。あんたが悪魔だったら何のためらいもなく殺せるのによ。よし、このままじゃ気が済まねえ。気晴らしだ。あっとド派手なライブと行くか。
お願いです、その子を私に引き取らせてください。せめてもの償いがしたいんです。で、よかったのか、屋敷に残らなくて。いいの、慰謝料もらったから。慰謝料？そう、醜い大人の世界を見せられて少女の心は深く傷ついたってわけ。なるほど。で、その服はその慰謝料か。そう、孤児院の仲間の分の服やお菓子、締めてダンプ3台分。それはよかった。お、なんだモリソン、来てたのか。ああ、あれ、おい、シャワー上がりにストロベリーサンデーが届くはずなんだが。ああ、あれか。あ、俺のストロベリーサンデー。ハティ、なんでお前がここに。なんだこの部屋は。あんまり汚くてダサい部屋だから、綺麗に掃除して可愛く飾ってあげたの。いや、それよりストロベリーサンデー。おう、掃除してあげたバイト料よ、ごちそうさま。どいつもこいつも金にならない仕事ばかり持ってきやがる。借金はかさむ一方、おまけにガキの面倒も見なきゃいけないときた。こんな夜はバイクでもかっ飛ばしてストレス発散と行きたいね。そこに悪魔が出てくりゃなお言うことなしなんだが。